こんにちは、久保です。高級石焼き芋さん、メッセージありがとうございます。いや、お赤飯難点、なるほどね、そういうふうなことがあったんですね。まあ、非常にね、ためになりました。これ覚えておいて、どっかでやっぱり使っていこうかと思います。ありがとうございます。そしてですね、その他の動画の中の質問と回答についてもう一回整理をしてね、お話していこうかと思います。まずは足元を見るということなんですけども、これは状況や立場を客観的に見てで、行くっていうことだったんですけども、その結果どうだったかってことをね、確認する必要がある。そしてどうするのかってことまでをこう書き出していくとかね、誰かにアウトプットするとか目標を打ち立てるっていうところに行くと結構達成が早いんじゃないかなと思います。それからですね、自分の強み弱みは何だろうかというふうにね、やっぱりいつもいつもこの棚卸ししていって、強みをどうするのかとかね、それから弱みをどうするのかってことをね、考えていかなくてはならないかなと思いますよね。で、その強みとか弱みっていうのは絶対に数値化できるものではないといけません。例えば今回読書が得意だということだったんですけども、例えばですね、日本人の平均読書時間とかっていうのがもう客観的な数字として出てますので、それに比べて自分はどうなのかとかっていうのでもよろしいかと思いますし、別の数字でもいいと思います。例えばね、40代の読書時間とか読書本数とかね、そういったものに変えてもいいと思いますし、現在は読書っていうのがブログとかにも変わってきてるんですよね。ブログとか電子書籍も読書の時間というふうに考えると、どのぐらいの自分はね、力量を持っているのかってことも計算できるのかなと思うんですよね。それからですね、これから読書を YouTube で使っていく、もしくは YouTube を、やめてですね、 FX の方に転換していくってことだったんですけども、そうなると YouTube や読書よりも FX が、強みになりうるかってことはね、何らかの目算があってのことだと思うんですけども、その辺もですね、お聞かせいただけたら、なるほどということですね。まあ、お聞かせいただかなくてもいいんですけども、その辺をちょっとこう心に留めていただくと、より強みに向かっているのか、より困難な方に向かっているのかってことも判定できるかなと思いますので、ご一考していただければと思います。そして手持ちのカードですよね。手持ちのカードはいいものも悪いものもってことだったんですけども、じゃあいいカードって何を持っているのか、悪いカードっていうのはどういうものを持っているのかってことをまたね、これも、アウトプットするとさらにいいかなと思います。なんとなくいいカードはこれかな、悪いカードはこれかなって思うんですけども、実際に箇条書きにしてみると結構筆が止まるものだと思うんですよ。それも一つ参考にしていただければ、何でもかんでも、ね、アウトプットです。人に見せる必要はないんですけど、見せたらいいんですけども、見せなくてもどっかに書いておくとか、自分で客観的に意識する、紙に書いておくっていうのはそういうこともあると思うんですよ。紙に書いておいたら、うわこんな目標自分で立てたんだみたいな感じでね、振り返ることもできますしね。で、結構夜に立てる目標と朝に振り返る目標とギャップが結構あるんですよ、一日の中でも。やっぱり夜はね、盛り上がっちゃうんですよね。で、朝はどっちかというと冷静に見れるんですよ。ですから、朝に、夜書いたものを朝見るのがいいかなと思います。そうするとね、朝の修正っていうのは結構冷静に見ていけるのかなと思うんですけどね。そしてですね、目標に向かっていくってキーワードも出てたんですけども、やっぱり自分の目標は何なのかなっていうことを考えることもあると思います。そこで大事なのは、目標には必ず期限と数量をつけるってことなんですよ。来年までにどのぐらいっていう形ですよね。この数値が入ってないもの、期限と数量が入ってないものは、これ目標ではなくて単なる妄想というふうにね言うんですよ。達成できない妄想です。で、目標っていうのは達成に至る、公式が作れるんですよ。で、妄想は達成に至るための公式が作れないんですよ。妄想ですから明確化されてないんでですね。だからそこもちょっとね、学びの一つとして捉えていただければと思いますよね。それからモデルとしている人が何かね、あるということだったんですよね。橘隆さん、その他堀江さんとかもあるでしょうけども、そのモデルとしている人っていうのは誰なのかなってことで、例えばね、話し方は誰をモデルにしているとか、行動力は誰をモデルにしているとか、稼ぎ方は誰を目標にしている、モデルにしているのかとかね、あと愛情とか、愛については誰をモデルにしているのかとか、ファッションについては誰なんだっていうふうに、一人の人をまるでコピーっていうのはなかなかないと思うんですよ。分野ごとに、ここはこの人、ここはこの人って分かれると思うんですけども、そのね、ここのモデルは誰っていうのがたくさん出てくればいいかなと思います。そういうふうなこともね、考えて、考えながら動画の方を見させていただきましたという感想でございました。はい、今回もありがとうございました。